私は2年前に付き合っていた男と別れました。彼は私と付き合いながら私の友人と浮気していたのです。私を捨てさっさと友人とくっついてしまった男ですが、何のつもりなのか別れた後も LINE がよく来て困っています。りょうこ、そろそろ元気になった？そろそろも何もずっと元気だし、毎回言ってるけどさ、もう別れたんだから連絡しないでくれない？とか言いながら返信するじゃん。未練タラタラなのバレてるから。よくもまあそんな自信があるね。返さなかったらいつまでもしつこく LINE してくるからうざいんだよ。相変わらず素直じゃないのな。その調子じゃ今も寂しい独り身だろ。慰めてやろうか。なんとでも言えば？てか本当にうざいからもう連絡してこないでよね。いくら私が連絡するなと言っても聞く耳を持たず、マサヤは毎日のように私をからかうような LINE を送ってくるのです。ブロックしようと思えばいつでもできるのですが、泣き寝入りのようで悔しい気もしました。友人と浮気するなんて信じられない裏切り方をした男に制裁を下さなければ気が済みません。実はすでに仕返しできるだけの材料は揃っているので、あとはどのタイミングでそれを使うかだけでした。りょうこ、この間ミカと花火行ってきた。はあ、なんでそれをわざわざ私に言うわけ？お前もミカを見習えってことだよ。飯もおごってくれるし、なんつうか尽くす女っていうか。不愉快。あ、嫉妬？お前そっけなかったしさ、そりゃ浮気もしたくなるよな。お前被害者ぶってるけど、どっちかといえば俺が被害者だと思うぜ。あまりの言いようと被害者という単語に仕返しをするなら今だと思いました。そうだね、あんたも被害者かもね。おお、やっと認めたな。あんたも浮気されてたんだしね。は？お前浮気してたの？バカじゃない？浮気してたのはミカ。は？誰とだよ？あんたとだよ。は？あんたがミカの浮気相手だったんだよ。お前何言ってんの？意味わかんないんだけど。ゆうとくんのこと覚えてる？ゆうと？俺の友達の？最近あんま連絡取れてないけど、なんでお前がゆうと知ってるわけ？前にミカに彼氏だって紹介されたから。話してるうちにあんたと友達だって偶然わかったんだよね。世間は狭いね。ああ、そうなん？てか会ったなら教えてくれればよかったのに。教えられるわけないじゃん。ゆうとくん、ミカがあんたと浮気してんの知ってて私に相談してきてたから。え？嘘？なんで？ミカもひどかったらしいよ。自分が遊びたいからってゆうとくんにお金貸して貸してって。そんなん貸せるわけないからほっといてたら、金融会社から借金して遊びほうけてたんだってさ。それでゆうとくんに、あなたが悪いから借金したのよとか、あなたが冷たいから浮気したとか、被害者ぶって勝手に自白してアホすぎて笑えるわ。嘘だよな。本人に聞けば？あの子喋りたがりだから何でもかんでもぶっちゃけるよ。あんたにおごってるご飯もどこから出たお金なんだか私は知らないけどね。あのさ、ゆうとに連絡しても音信不通でブロックされてるっぽいんだけど。そりゃそうでしょ、あんたのしたこと最低だもん。親友なんだけど。親友？妄想だと思うよ。ミカってそんな女だったの？そうみたいだね。だから私も縁切ったし、最低な女って分かってよかったよ。りょうこ、ごめん。何が？反省してる。だから何が？やり直そうよ。冗談でしょ？本気だよ、愛してる。一人なんだろ、愛し合おう。私彼氏いるんですけど。は？誰？あんたに関係ない。ゆうと？おお、アホの割には勘がいいね。そうだよ、私は幸せなんで。嘘だろ、ありえなくね？俺の友達だぞ。まさやさ、なんかもうツッコミどころ満載で疲れるわ。もういいや。待って。ブロックするんで
さいなら。こうして私はめでたくアホな元彼と完全に縁を切りました。元彼と元友達、だらしないドキュン同士お似合いですが、真相が分かった以上破局の可能性も濃厚でしょう。くだらない過去と決別したので、私はまっさらな気持ちで彼と付き合っていこうと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。